DS PDS。 Hey guys, my name is Dante。 やったー、この夏から始めよう。ハイウルビスマートフォンにやってきました。僕もね、実はね、ドコモユーザーでね、まあ、全然気にしてなかったんですけどね、やっぱね、ドコモユーザーとしてここ来ないといけないと思いまして、ちなみにここ大阪です。で、なんかいろいろね、アドベンチャーがあって、あのアトラクションみたいなところなんですよ。じゃあ行ってみましょう。では、ドコモスーパードライフアドベンチャーに、行ってみたいと思います。ここにはとても美人なね、方がいるんで、はい、じゃあこれを持って、お、はい、入っていただきます。お、これでどうすればいいんですか。ミッション1なんですけども、この4つのブースに巡ってクイズに答えてもらいます。でそれが終わったらこのミッション2に進んでもらって、それができたら抽選コーナーに行っていただきます。いくつなんですか。何がですか。いくつ。もうアラサーでございます。あ、アラサーなんですか。はい、アラサーです。すごく若い、僕今フリーボーイなんで、いつでも大丈夫です。では行きたいと思います。買います。問題があります。答えを。僕も知ってるんですよね。僕も加入してるんで。ありがとうございます。でも言っていいか分かんないですけど、はい、入った時にもう加入しちゃってるんで、加入してるんで、もう分かるんですよ。これです。正解です。お、はい、じゃあここに入ってください。よし。 D ビデオで見られるタイトル数はいくつでしょう。いくつですか。僕もこれまで加入しちゃってんで。じゃあもう知ってますね。大抵ね、2000、1万って来たら、もう2万しかないでしょ。さすがにね、1万ってこっちのあれは出さないんで、2万です。はい、おー、やった。で、ここに D マガジンで読める雑誌の数、いくつでしょう。ね。いやー、1億冊あってほしいけどね。でもこれ日本の規模ですよね。日本規模で1億冊だね。ちょっとね、やっちゃった感がありますね。80です。はい、いやー、もうなんか簡単すぎて困りますね。80。 D ヒッツで配信してるプログラムの数はいくつでしょう。じゃあ300で。おー、やった。お金もらえるんですか。お金もらえないです。今回ってもらったこの4つの中で1つ好きな方に行きまして、はい、その中でサービスでそれぞれミッションがありますので、それを試してください。何のミッションですか。ちょっと行ってみてください。行きましょう。じゃあなんとお気に入りサービス体験してクリアの証を手に入れよう。 D ビデオなんとかなんとか TV 映画ランキング74位の先が答えよっていう、なんかミッションですよね。そうですね、ミッションの2番目になりますね、それが。なるほど、はい、まずランキングですよね。はい、そうですね、ランキング。え、映画。あ、映画か。映画ランキングなので、映画でランキング、はい、総合ランキング。いや、もう簡単じゃないですか。見ました。バックトゥーザフューチャー、僕めっちゃ見てましたよ。本当ですか。はい、見たことありますか。あります。おー、74位はバックトゥーザフューチャー、はい、大正解です。おー、できました。で、ここにミッションを書きました。わ、ありがとうございます。じゃあこれで全てミッションが完了しましたので、抽選に行きたいと思います。お、抽選。はい、抽選に行きましょう。レッツゴー。なんと、今からこの抽選ですよね。当たるんですよ。あの、1000円券が当たるんですよ。1万円じゃなくて1000円券が当たるんで、今からやりたいと思います。よし、やるぜ。え、もう引くだけなんですか。え、何十回まで。一回だけ。よし、頑張るぜ。一個だけ引いてください。え、なんか絶対当たるんですか。おお、当たります。参加賞なので、おめでとうございます。ユッピーラムです。とりあえず抽選はおしまいです。なんと、うわ、僕のね、普段住んでる部屋にすごく似てますね。まあ、ちょっとね、汚れすぎてるんですけど、
あっちになんか綺麗なね、スマートライフみたいなね、スッキリしてる部屋があるんで、行ってみましょう。僕にふさわしい家ですね。で、この部屋がなんでこんなにね、もうモテ部屋になってるかというと、なんとあっちにあった部屋の、ものが全部ここに詰まってるみたいですね。D ビデオでは月額500円で2万タイトルの映画やアニメやドラマが見放題ですね。なんかいろいろありますね。お、萌えよジャッキーとかも知ってますね。あと B ヒッツは、月額500円で洋楽や新曲が聴き放題ですね。おお、あったあった、少女時代。 D マガジンは月額400円で80紙以上のね、雑誌が見放題ですね。雑誌80はこんな感じですね。仕事なんで、今日はね、いろいろね、ドコモについていろいろね、体験できましたけども、こういうね、D アニメやね、 D デリバリーもあるんですか。いいっすね。え、デリバリーもあって、 D ヒッツもあって、なんとかなんとかドライブネットもあって、なんかちょっとで全部をこう食いつけたのがスマートライフね。エンジョイライフをできるためにはやっぱスマートライフで、エンジョイしちゃいましょう。 See you! あのコンパクト See you! PDS 株式会社。お土産です。はい、これバナナ。いや、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。